ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ということで今回も新しくこの島に住んでくれる人が来たので QR コードを読み取っていきたいと思います。ほい、それじゃあ QR コードを読み取る。アッサン、和み系、第一印象穏やか。特徴、マイペース、ナイーバー&デリケート。素直、気配り上手、みんなに優しい。まったり型、のんびりのびのびタイプ。急がず自分のペースで生きる。でも心配事も多かったりする。なるほど。なんかあれなんかな。普通に質問とか答えていきよったら、一番多くなるのはやっぱり、和み系、まったり型？日本人に多いタイプやったりとかするんかな。なんか友達マーク多くね。喧嘩ですか？あ、違う。ちょ、待ってね。後からまた尋ねるからね。はい、まずは、今日入ってきてくれたアスさん。アスです。いろんな意味でマイペースな女です。いろんな意味でマイペース。暇ですね。何か面白いことないですかね。面白いこと。面白いことなんやろうね。そういう時ってみんな、あれじゃない？ポチポチ、アプリやったりとかしようやないん。ちょっと暇やなーみたいな時。結構美味しかったようです。よかったよかった。ほい、そして、ちょ、友達マーク見ていこうか。三つあるけんね。とりあえずリミちゃんから。そっちの世界も暑いんでしょうね。暑い。暑さが戻ってきた。喧嘩もしたからです。仲直りさせてくれる？私に任せてください。おー、いいね、いいね。頼りがいがあるね、りみちゃん。どう？どうなんだ？あー！怖い、怖いよ。千早さんが怖いよ。ね。ね。おー、マジで？直前にあんなでかいもの投げられてよく仲直りできるね。絶対嫌なんやけど。今度なんかあったら殺されそうやん。仲直りすることができました。さすが。さすがリミちゃん。うん、いいことしたよ。お礼にこれもあげます。なんでしょう。実用品、お風呂セットをもらいました。ありがとう。平凡でいれば幸せです。まあね、平凡が一番平和よ。平和？幸せよ。別にそんなね、ドラマみたいなことが起こってほしいとも思ってないし、普通に、普通の日常が。グミで結構お腹いっぱいになるね。まあでもグミって腹持ちいいんかな？ちょっとよくわからんけど。はい、そして、あ、喧嘩じゃないんや。こんなに友達マークあるけん絶対喧嘩よと思った。あゆなのそっくりさん、ご無沙汰してます。お久しぶりです。この方デートしたいのですが、おー、いいね、ラブラブだね。それじゃあ、噴水広場に行きましょう。いいですね。うんうんうん。準備していこうと思います。いってらっしゃい。お、レベルアップ。はい、それじゃあ、道具で。サッカーボール。はい、どうぞ。道具、サッカーボールをプレゼントしました。さあ、これで、行ってらっしゃいと言いつつ、私は様子を見に行きます。え、何？二人でスクワットして、プルプルしてるよ。え、そんなデート嫌だ。そんなデート嫌なんですけど、噴水広場にスクワットしに行こう、みたいな。断るわ。お、レイさん。全部喧嘩じゃない。まさかの。奇跡的に。一週間ぶりくらいですか？あゆなのそっくりさん。お久しぶりです。もう、行ったと別れたよ。待って、ダメ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 。考え直そう、それは。もう一度、話し合ってきます。いってらっしゃい。ちゃんと話し合ってきてね。さあ、どうなる？お、お、お？もう一度、やり直しましょう。おー、よかったー。
こちらこそお願いします。ああよかった、無理かと思ったよもう無理なのかと思ったよ。うまくいきました。もう一度やり直してみようと思います。そうしてください。ぜひともお礼にこれもあげます。これって私がこの何友達マークタッチしてなかったら自然と別れとんかな。やりたいことが多すぎて時間が全然足りません。そう、時間はね、もう何時間あっても全然足りんよね、ほんと。はい、タコスでもどうぞ。いただきます。おいおい。どうすか？あんまり美味しくなかった？マジで？私タコス食べたことないけん、ちょっとよくわからんねえけど。もうタコスにかけるっていう、サルサソース？サルサソースがすごい好きじゃなくって。すごい好きじゃなくって。はい、ゆりさん、入ります。キョルモキョルとて YouTube。 YouTube お腹が空きました。みんな毎日 YouTube 見ようかな。はい、オムレツでもどうぞ。いただきます。もうね、みんなね、最近テレビよりも YouTube、 YouTube やもんね。すごく美味しかったようです。よかったよかった。お、レベルアップ。ほい、それじゃあシャボン玉セット、道具、シャボン玉セットをプレゼントしました。お礼にこれもあげます。なんでしょう。実用品、一応役をもらいました。ありがとう。消してしまいたい記憶があります。あー、恥ずかしい。何、どういうこと？どういう記憶？それは自分の中からってこと？でもさ、自分の中から記憶なくなって相手の中にあるってめっちゃ一番嫌じゃない？なんか、ねえ。それならまだ自分の中から消えんでいいけど、人の記憶の中から消したいっていうことはある気がする。はい、遊びましょう。お、キャッチ。ミーが落とすアイテムをキャッチできればあなたのものを床に落としたら失敗です。はい、スタート。いきますよ。銀のブレスレット、来い。失敗。めっちゃ早かった。もう一回。もう一回だけですよ。はい。いきますよ。来い。あ、紐がついていました。はい、来い。実はここだけの話、先日この銀のブレスレットをうまくキャッチ、やったー、うまくキャッチしたよ。うまくキャッチしたから、うまくキャッチできなかった人がどうなったのかはわからないけれど、あゆなのそっくりさんのものです。ありがとう。受け取ってください。お宝、銀のブレスレットをもらいました。先と結婚して、私の世界が広がりました。まあね、二人こう全然関係のない別々の二人が結婚するわけやけん、おーごめんね。そういう感じになるよね。どうすか、すごく美味しかったようです。よかったよかった。サラミってさ、なんか味付け濃いのめっちゃあることない？いや、私味濃いの好きやけど、ちょっときついなと思うときが。おっと、キャンディーさんは喧嘩か。ここまで来たら全部喧嘩じゃないかと思ったけど。誰と喧嘩したの？ヨシハルと喧嘩しました。おー、ヨシハルくんと。まあまあ、落ち着いて落ち着いて。このイライラも沈めてください。ふんふん。じゃあ、イチゴでも食べて落ち着こう。はい。いただきます。どうぞ。ゆっくりゆっくり。どうすか？すごく美味しかった。お、機嫌は治ったんじゃない？仲直りしてこようと思います。いってらっしゃい。さあどうだ。今めっちゃプンプンなってるけれども。歩き方もゆっくりゆっくりだな。この間はごめんなさい。どう？どうですか？こちらこそごめんなさい。おー、よかったー。ちゃんと持ち直せてよかったー。うまくいきましたー。ありがとうございます。いえいえ。仲直りできました。それは良かったよ。これにこれもあげます。はいはい。
実用品催眠術セットをもらいました。ありがとう。最近、暗いニュースが多いです。でもそらしじゃダメなんですよね。そうだよね。令和に入ってからちょっとね、ちょっとなんか悲しい事件や事故がすごく多いような気がするんよね。どうなっているんだろうか。はい、そして、しりとり大会開催中されよる、久々に、何でもしりとり？おう、慎重さが。レシート。と？トマト。ふ。ふ。ブリン。ほーん？んがついたよ。普通に考えよったけど、んついてるよ。これはチーム戦なの？後ろの人たちも喜んだり悲しんだりしよるけど。ほい、そして夜市。お客さん、運試ししてみない？してみます。お。この店が好きだっちゃい。福袋買いましょう。さあ、中身は？一つ目の中身は？お宝、ブーブークッションが入っていました。二つ目の中身は？食べ物、納豆が入っていました。ブーブークッションに納豆。5000円出して、最悪やん。三つ目、最後。食べ物、茶碗蒸しが入っていました。5000円の価値はどこに？うつら。この三つとかやったらもう、全然、うわ、最悪やん。あ、待って、一軒家の方行こっか。ちょ、待って。はい、一軒家。お、一軒家何もマークついてない。マジか。珍しいね。珍しいね。ほい、それじゃあ、赤花さん、入ります。あ、一軒家じゃなくこっちにいたのね。一緒に遊びませんか？はい、遊びましょう。あの、アイナとは、まあ満足、微妙じゃね？遊びましょう。大丈夫か？トントン相撲、フィギュアを使って相撲をしましょう。相手のフィギュアを倒すカードを表の外に出すと勝ちです。はい、スタートはっきょい。はっきょい。残った。残った。私は容赦しないからね。ゲ。やったね。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。一番大きいので。お宝、花束をもらいました。ありがとう。いくら友達になったからって、急に慣れ慣れしくはできません。どうなんやろ？慣れ慣れしくなってきたから友達なんじゃないの？逆なんじゃないの？違うの？そんなに慣れ慣れしくできん相手って友達じゃないような気もするけど、微妙やね。よくわからんね、その辺の基準。だって友達になろうって言ってなるもんじゃないと思ってるけんさ、自然になるものよね。よかったら話そうぐらいの感じから始まる気がする。新学期とか。実用品、オルゴールをもらいました。ありがとう。はい、そして、あずささん、入ります。遊んでください。はい、遊びましょう。共通点クイズ。二人の見る共通点が合っているかどうか当てましょう。全問正解できるかな？はい、スタートー。共通点クイズ、第1問。第1問。定点。わからん、違う、いいえ。友達だった。マジか、そこの二人は繋がっているのね。わからないよ、把握できない。ぜひぜひ。お宝、ティッシュをもらいました。ありがとう。なぜなんだろう。猫に引っかかれたりはせんのかな？犬だけ？まあ、そういうこともあるよ。何かしらね。何かしらあるんだろうね。はい、ゼロさん、入ります。今日友達マークめっちゃ多い。こんばんは。こんばんは、どうも。ハルジャンとは、すごく仲がいい夫婦だと思っているのですが、私とハルジャンのことも、どう思いますか？いいんじゃないかと思うけどね。かけがえのない人、多いやん。だってほら、一時期さ、ね、なんかちょっと別れそうな時あってやん。ハルちゃんとゼロさん。もうそこからの、巻き返しの凄さ。かけがえのない人やって、もうそりゃ最高だわ。新作ゲームね。
次々とこう話題のゲームとか出てくるけど、どれをやろうかなって迷うよね。なんか特にアプリだとか、スイッチでもすごい安く出るゲームとかいろいろあるけん、そういうのはなんかいろいろと迷う、どれしようかな、みたいな。それじゃあ、道具でサンドバッグを。はい、どうぞ。道具、サンドバッグをプレゼントしました。お礼にこれもあげます。なんでしょう。実用品オルゴールをもらいました。ありがとう。お、早速めっちゃ殴ってる。不満があったのかな、いろいろと。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやーなんかね、友達マークいっぱいで最初パッと見た時にさ、全部喧嘩なんかなって思ってちょっと覚悟しとったんやけど全然良かった。うんうんうん。